走れ、メロス。メロスは怒った。悪い王様を許せないと思いました。メロスは難しいことがわかりません。メロスは村で楽しく生活をしていました。しかし、メロスは悪いことを許せません。 メロスは村からシクラスという町に来ました。メロスにはお父さんもお母さんもいません。奥さんもいません。16歳の妹と二人で生活をしています。妹はもうすぐ結婚します。メロスは結婚式の用意のために 買い物をしに町に来たのです。町を歩いていると、メロスは町がおかしいと思いました。前に来た時より町がとても静かなのです。そこでメロスは町の人に聞きました。なぜ町が静かなのですか